サン・アントニオ級ドック型輸送用陸艦。サン・アントニオ級ドック型輸送用陸艦。サン・アントニオ級ドック型輸送用陸艦は、アメリカ海軍のドック型輸送用陸艦、LPD の艦級。1980年代より、アメリカ海軍は、海兵隊と共同で、揚陸艦の近代化、輸送力向上のための研究に着手していた。この結果、 従来は様々な種類の艦を寄せ集めて適宜編成されていた両洋速応グループアーグの構成艦の均一化が計画された。この新編成においては強襲揚陸艦、ラ、または LHD とドック型輸送揚陸艦、LPD、ドック型揚陸艦、LSD 一隻ずつで構成されることとされていた。当時、トーマストン級及び アンカレッジ QLSD の老朽化が進んでいたことから、まず、これらを代替するホイットビーアイランド級及びハーパーズフェリー級12隻が建造された。続いて、LPD として建造されたのが本級である。1988年より、まず手術の選択肢の検討による暫定要求仕様の準備が着手された。1989年から1992年に、 かけて可能性、研究、1993年から1994年にかけて予備設計、1994年から1996年にかけて契約設計が行われた。ネームシップの建造は1996年度計画で認可され、1996年12月、エイボン・デール造船所が建造契約を落札したものの、 入札で敗れたインガルス造船所の抗議のために実際の建造契約は1997年4月まで遅延した。設計にあたってはアメリカ海軍の揚陸艦として初めてステルス製への配慮が導入された。特にマストについては周囲が八角柱に近い構造のパネルにより覆われた先進型兵囲コイマストセンサーとなっており外部からのレーダー波を反射し 時間の電波は透過するようになっている。前小柱の長部ドームには、アン、SP9-9B テイク警戒レーダー、本体内には、アン、SPS-7313 対水上捜索レーダーが、また水には、アン、SPS-48E3 次元レーダーが、装備される。これらの配慮により、レーダー反射弾面積、RCS は、 オースティン級の1%程度にまで低減されている。居住区は、主管用のものは、上部構造物に、海兵隊員用を含む、大部分は、主戦隊内の車両看板の直前に設けられている。就寝時、気象時、兼用寝台、死と、アップバースの採用や管内広域ネットワーク、SWN による、電子メール送受信など、管内生活の質的向上にも意が払われた。 主機関は、ホイトビーアイランド級及びハーパーズフェリー級と、基本的に、同構成で、ターボチャージャーを備えたコルトピルスティック 16PC、2から5 s t c 中速ディーゼルエンジン4機によって構えされており、可変ピッチプロペラ2軸を駆動するコダの方式である。また煙突は、左右非対称の配置となっており、右前部と左中部にある。機械室と補機室は、横隔壁によって、 複数区画に分割されており、被害極限による生産性向上が考慮されている。本級は、オースティン級、クリーブランド級及びトレントン級を含むのみならず、チャールストン級貨物揚陸艦やニューポート級、戦車揚陸艦をも代替するものとして設計された。貨物揚陸艦のようなクレーンによる重量物の減速揚陸能力、戦車揚陸艦のような格座着岸能力、 従来のドック型輸送揚陸艦のような揚陸指揮艦能力には欠けているが、これら3艦種と LSD を合わせたほどの輸送揚陸能力を備えている。1990年代の揚陸艦はいずれも車両搭載能力が不足していたことから、本級では3層、計2323メ23ートルに及ぶ車両甲板が確保されている。 物資搭載能力は963メートルであり、また弾薬については、パレット搭載分708メートル、弾薬5007メートルに収容できる。このほか、ジェット燃料、JP-5196 メートル、ガソリン38メートルも搭載できる。また逆浸透膜による、海水淡水化装置5機を備えており、それぞれ毎日4万5000リットルの清水、 製造能力を備えている。病院線機能として、手術室2室と病床24床が設けられており、また必要であれば、さらに病床を100床に拡張することができる。LPD はもともと教習用陸間に近い性格を備えていたことから、本級も優れた航空運用能力を備えている。上部構造物の後端はハンガーとされており、 メガボルト -22B ティルトローターであれば2機、CH-46E 輸送ヘリコプターであれば4機を収容できるほか、AV-8B 垂直離着陸機の支援も可能である。また、完備看板はヘリコプター看板とされており、発着スポット2個が設定されている。また、ヘリコプター看板直下のウェルドックは、 オースティン級と同程度の面積であり、クックであれば2隻、ロー級であれば1隻、アブ7であれば14両を収容できる。アメリカ海軍ではすべてのビークルが協力し合って交戦することを構想しており、このために本級にもかなり強力な戦闘式システムが導入されている。戦術情報処理装置としてアッコズブロック1が搭載されており、これを含めた統合システムとして、 艦艇自衛システム、SSDSMK2 が構築されている。統合戦術情報伝達システム、ジャキズが搭載されているほか、共同交戦能力、SEC も導入されている。各旧式間の情報共有、戦術状況評価のための C4I システムとして、a n u s u c 百十九 c 二十七 j n s y s が装備されているほか、水陸両用作戦の式、 統制のため、アン、KS9-1 強襲揚陸式システム、アズも装備されている。武装として、近距離の空中目標に対しては、ラム近接防空ミサイルの21連装発射機2機、水上目標に対しては MK、MK4630mm 機関砲が搭載されている。当初計画では、上部構造物直前に、 SM 股間防空ミサイルのための MK-41VLS-16 セルの搭載が予定されていたが、まず当初3隻分から、その後最終的に全艦で削除された。しかし後日装備可能なように、両隻、重量の余地は確保されている。2017年11月までに11隻が収益している。一番艦の建造費は約14億 US ドルであった。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。